はい、ソウルパワーチルドレンをご覧の皆様、こんにちは。リリーホープでドラムをやってます、はるかです。よろしくお願いします。今週はリリーホープが担当ということで、今回で4回目になってます。で、4回目が私、はるかが担当させていただきます。よろしくお願いします。自分の自己紹介は、Zoom の、方で紹介させていただいたので、今回は省かせていただきます。で、気になる方は、前回の方のリンク貼っとくので、そちらの方へ飛んでみてください。僕なんですけど、そのリリーホープ以外にもその THF っていったあのハードコアバンドだったり、そのミントっていうんですけど、そのミントっていうそのポップスのバンドにも属していて、あの幅広い音楽でそのジャンルでそのバンドをやっています。今回話す内容としては、あの僕が影響を受けたドラマーの紹介と、僕が好きなバンドの紹介、あとは最後にはあのリリーホープのライブのドラムの映像を最後後半には流したいと思っています。なんでドラムを始めたのかっていうか、最初のきっかけなんですけど、そのまあ最初の頃なんですけど、高校生の時に吹奏楽部に所属してました。僕はで3年間パーカッションやってたんですけど、まあドラムが特に好きで、まあずっとドラムなんか上手くなりたいなって思ってた時に、なんか友達になんかかっこいいドラムのバンド知らないって聞いたところ、その教えてもらったのはこちらです。スリップノットというんですけど、このスリップノットのセカンドアルバムを最初に聞いた時、あのピーポーイコールシットだったり、ヒアティックアンセムっていう曲がある、代表的な曲があるんですけど、このドラムを聞いた時に僕はもう本当に衝撃を受けまして、まあどんなドラマなんだろうと思った時に、はいこちらです。でこちらあのジョイ・ジョーリソンって方なんですけど、まあこちらの方にすごい影響を受けて、まあ将来こういったドラマーになろうっていう目指した、今でも尊敬しているドラマーです。まあ僕はこういうこの人に憧れてドラムをやっています。では続きまして、僕が好きなアーティストアルバムについて紹介していきたいと思います。まず1枚目紹介するのはこちらです。はいこちらです。じゃん。こちらはあの高岡ハードコアのスプリットアルバムになっています。こちらのアルバムになんですけど、高岡で活動されている代表的なバンド、あのスレプト、プレデター、アップセットビハインド、この3バンドのスプリットアルバムになってます。リリーホープとかもその富山市で活動してるんですけど、高岡市で常に活動しているこの3バンド、特にかっこいいこのハードコアのシーンがあるので、そのぜひ興味がある方は高岡のハードコアシーンを調べてみてください。めちゃめちゃかっこいいです。次に紹介するのが、はい、こちらです。ミスザンジェイクっていうバンドですね。こちらのバンドはジャンルで言いますと、あのスカバンドになります。スカバンドといえば、あの富山県で活動しているあのベンガルっていうバンドがあるんですけど、そちらが好きな方、あとヘイスミスとかが好きな方にはぜひおすすめのバンドです。僕一番好きなスカバンドです。最後のバンドになります。僕が今一番日本で一番かっこいいバンドだと思っているバンドです。こちらフォアリーズンというバンドなんですけど、こちらのバンドがすごいかっこいいんですよ。で、ジャンルとしてはあのメロディックパンクっていうのかな、メロディックパンクでやってます。で、テイストとしてはまあハードコア、ポップパンクが好きな方にはぜひおすすめのアルバムです。こちらのバンドのライブ映像、タマーソニックと、あとその自身の自主企画のトゥルーフレンズのライブ映像がその YouTube に上がってるんで、まあすっごいかっこいいんです。あのスケボー場のそのオールフラットの会場で、あの観客とその演者の距離がもうこんぐらいの距離でもう やり合ってるその映像が残ってるので、もうこれがすっごいかっこいいのでおすすめなんで、ぜひ見てみてください。ここからの話は以上となっています。で最後に一言、ソウルパワーが撤退ということで、今しばらくライブができてない状況なんですけど、まあ今の状況が落ち着いた頃にみんな元気な姿でまたあのステージでライブ会場でまたお会いできる日を楽しみにしています。と最後に一つ、僕まだ学生なんですけど、富山県のその軽音部のその学生バンドマンがライブハウス、富山ソウルパワーで、一緒にライブできる日っていうものを楽しみにしています。富山県の軽音部の皆さん、僕待ってますんで、はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではソウルパワーで行ったリリーホープのライブ映像、ドラムからの視点となっています。それではどうぞ。